お手並み拝見といこう。硬いやつを任せろって。Oh.
出せ。今の収束は通じぬぞ。ラン灼熱のバーンストライク。さあ次よ。任せとけって。囲まれておる。私ならわかった。フーリンケン火の芸術よ。倒れろ。レイダー行けぞ。リオハイム走破ジルモジー。私確実についてる。なんか機嫌いいな。ホロロホロロホロホロロ。もうにぎわってきたかな。どしなさい。やれるわ。注目されすぎだろ。俺さない撃ってやろう。魔術の力で撃つのは危ない。マグナリン、ここまでだ。決めたよ。行って。砕けろ。こうも飛び回らなきゃな。分かってるわ。私どうぞ。いつもの変名だよ。仮の拳を受けてみな。返すつもりもない。緑の立場は私に任せて。バラバラにしてやる。グレーズか。今は私が妨害を取る。大なる闇へ行くから。終わりだ。レンガが切り替えと大地のもとに集まって。ぶっ潰してやる。人類漏洩閣。もっと力が必要ね。お宝、なんと甘美な響きか。そうですか。
そろそろ牧場の動物たちが育ったかも。言えばリンウェルの言ってた昔話ってどんな話なんだ？え、ああ、漆黒の翼のこと？大昔のダナの勇者の言い伝えだよ。初めて聞いたぜ、そんなの。私も知らないな。昔ダナを死の国にしようとした悪い王様がいたんだ。ダナを守りたいという人々の願いを聞いた黒いフクロウは悪い王様を退治できる聖なる炎を一人の若者に届けたの。その炎で悪い王様を退治して英雄になった若者はフクロウへの感謝を込めて漆黒の翼の紋章を掲げたって話。レナが来るまではかなり有名なお話だったみたい。私たちが忘れてしまったということか。リンウェルはそうしたことに詳しいのだな。けどさ、炎で悪い奴を倒すってちょっとアルフェンみたいだよな。よしてくれ。それにフクロウに懐かれるならリンウェルの方がよっぽど適役だ。悪い王様をやっつけられたらいいけど、私は勇者じゃないし、プルルの翼も黒くはないよ。フル！明日もよろしくな。十分休めたな。進もう。いかにもって雰囲気だよな。この中にスルドが隠れているのか。気をつけて。精霊力がざわついてる感じがする。なんか変だよ、ここ。いつも思うけど、よくわかるよな。やっぱり精霊術使えるおかげなのか。私にはそこまでわからない。ダナの血が関係しているのかもしれないな。キューハリム、失敬。悪気はなかった。気づかれているかもしれない。みんな油断はするなよ。雰囲気が変わった。油断するな。うん、鋭を隠すなら森の中か。わからないこと言ってないで探すのよ。見誤った。なすと片付けません。冷静に私が言います。
響きは任せたわ。俺の真骨だろ。こうも飛び回られてはな。分かってる。私が落とす。危ない。よくない。マジック。どんな戦争やめて。演技いけるぞ。重傷ライバル。いたか。鍛えた甲斐があったな。いけるぞ。やれるぞ。さあ、行って。砕けろ。大地の元に刻まって。マグナレイ。火力。足りないやつ。おい、すごそうなの拾ったぞ。ディオハリムの戦い方って、なんていうかその、丁寧、じゃなくて、ひょっとして、優雅と言いたいの？ああ、それそれ。良くも悪くも、いかにもレナの上流って感じだよな。おまけに棒術に加え、治癒術込みで精霊術も操る。さすが、スルドの一角だっただけのことはあるな。お褒めに預かり恐縮だが、あれは単に無駄な力を使わない動きを追求した結果でね。敵の攻撃をギリギリまで避けないのも無駄を避けるためなの？自分を追い込み、精神を研ぎ澄ますためでもある。そうすることで己の中から力を引き出すのだ。ああ、そういや避けた後は棒が伸びたり威力が増したりしてるみたいだけど、それか。だが万が一ってこともあるだろう。たまにヒヤッとする時があるぞ。それならそれでよい。え？いや、なんでもない。行くとしよう。空を飛ぶやつ。
わかった。体に攻め決めたよ。吹き取れ。どうだ。うん、上出来だ。なんて速さだ。その足、私が絡めとろう。行けるぞ。これで終わりだ。こっちの番だ。次、終わりだ。決めて、ノー、灼熱のバーンストライク。ひょっとしてこれ貴重なんじゃねえか。これは逃げたスルドの隠れ場所にしては思いのほか広いわね。最初からそのために作られた場所なんだろうか。元は城とか砦の一部だったんだと思う。ダナのね。なんでそんなことわかるんだ。だって倉庫には見えないし、立てこもるための作りもあったし、そもそも古いし。はあ、建物のこととか俺にはさっぱりだけど、そんなことわかるなんてさ、前から思ったけど、お前って物知りだよな。別に本で読んだことがあるってだけ。城という割に地上にはほとんど何もなかったぞ。地下の城なんてあるのか。本当はちゃんと上もあったんだと思うよ、300年前までは。それが侵攻の際に失われ、地下部分だけが残った。そしてここのスルドが自分のために使った。そういうことか。自分の城でなく、わざわざこんなところで何をしていたのかしら。隠れてするような研究だ。どうせろくでもないことに決まってるぜ。うん、だからこそ早くスルドを見つけないとだよ。敗北は遠慮しておこう。随分深く掘った作りなのだな。うん、
やっぱり地上がやられた時に備えてたんだと思うよ。ゆえにこそ残り、鶴戸の隠れ家に選ばれた。さもありな。手すりが壊れてる箇所から下に降りられそうだ。お、本気かよ。どうやらここで何か研究をしていたと見える。研究？こんなところで何を研究するって言うんだ。さてね、門外観の想像が及ぶとも思えんが、ここが精霊力の豊富な場所だというなら、できることはいろいろあるでしょうね。鶴戸の城や修霊機が置かれるのもそういった場所だ。ダナの遺跡もそうだというのは興味深い。攻め込んできたくせに他人事みたいに。よせよ、ここで喧嘩したってしょうがないだろ。ローだっていろいろあったんでしょ。なんでそんな平然としてられるわけ。いや、俺は別に平然となんて。決めて。これで終わりだ。
が来てんじゃねえか。するどころか手下も見当たらない。どういうことだ。どこかに隠し部屋でもあるんじゃないかしら。いや、さっきから気になってたんだが、そもそもしばらく人がいた様子がない。逃げたというより初めから放棄されていたみたいだ。それって危ない。考えるのは後だ。こいつを倒すぞ。わからない。そんな風には見えなかった。戻って問い詰めるためにもまずはこいつを何とかしようぜ。何だ、テンペスト、テラリビール、何だ、イオスの連撃調査に値する空気テンペスト、そこだ、ヨーロッパ、テンペスト、何だ、終わりだ、倒れろ、くらえ、あふれ、なんて消防その足、私が絡めとろう。ここで決めてやる。傷を治す。
スは諦めて、エンジェルファーストイーブル行ってくる、ヘンジェルヘルペットくらえ、エアンジェル水の力で治癒の術よ、ファーストイーブル、ブラストラスター、永遠なる闇へ行ったのを装填中、恵みの光よ、マジンジェル、私たちの体制で挑もう、味方せよ、クリスタル決めたり、さあ、しよう、バッテンジェル、やったら任せてくれよ、倒れてくれよ、ありがとう、反対よ、このことが俺の進化だ、止める、行くわよ、俺に任せてくれ、いいかいいか、マグナレイ、たたきつける、粉に陣取れ、あがくがいい、火力、火の精鋭術、ヨードの発掘、恵みの光を、こっちの番だ、やばいのが来たなんて、避けるのよ、外さないわ、無理は出ない、出ない、マジンケン、ルアイ、エンジェル、ルーナコラスタ、テンペスト、ルーナエスト、よっ、クライナー、変わらず、よし、今のうちに、仕留める、バッタイバン、マジンケン、調べて、エンジェル、ルージンケン、カホラ、テンスト、ルナイアクア、ウーグルが出てきた、落ち着いて対処なさい、まとめて回復するわよ、レンガルアプレッシュ、決めてやる、エアプレッシュ、レンガルすまない、ヨーゼスで手間をかけさせない、しかし、切り切った、マジン切り開く、カーン支援症、カーイ合わせるな、カツを見出そう、全力でいけそうだ、炎よ、巻き込め、ド発電を突き止め、出させ、恵みの光を、やっと決めてやる、行くわよ、この動き、大技が来るぞ、なりなり、小物に時間はかけてられないわ、ああ、どんどん倒すぞ、存分に力を振るいなさい、私なら落とせるわ、並べとる、水の力で、水を使った、この道に止まれ、私に任せて、くらえ、うっつかめ、エアリスを止めに来る、自分で直せる、いつも役取りは、では心置きなく玉砕したまえ、我らの戦争に当たれ、終わりだ、エアリスを今取ってる、くらえ、当たれ、決めてやる、そこだ、終わりだ、まだ合図、準備完了、上発の三日月よ、カホ、クリソク、エアリーサンズ、万丈、行けぞ、ライバー、やはりここに鋭はいない、早くニズに戻らないと、落ち着け、シオン、らしくないぞ、一体どうしたんだ、あなたの知ったことじゃないわ、ここまで一緒に乗り越えてきた仲間だろ、私たちは利害の一致で協力しているだけ、忘れたの、本気で言ってるのか、ジルファの死を乗り越えられるよう叱ってくれた、自分の命を顧みず俺を助けてくれた、あれが全部計算づくだったなんて思えない、それでも利害の一致でしかなかったっていうのか、わかった、え、答えるつもりがないなら俺も好きにさせてもらう、余計なお世話と言われたっていい、事情も言いたくないなら構わない、俺は俺で勝手にシオンを助ける、それなら文句ないはずだ、ずるい、どうして放っておいてくれないの、私のことなんて知らないくせに、知ってるさ、シオンに人の痛みがわかるってことくらい、そういうシオンだから俺は力になりたいんだ、茨に縛られた私は人とは触れ合えない、死ぬまで一人、そう思ってた、
今もか。私の本当の目的はイバラを消すこと。イバラをって消せるのか？本当に？確実じゃないわ。可能性があるってだけ。ただそのためにはレナス・アルマが必要なの。レナス・アルマ？スルドブリガの勝者、つまり新たな王にその証として与えられる究極のコア、それがレナス・アルマだ。作るには5つ全てのマスターコアがいる。そうか、だからスルドに挑むしか。でもシオン、一人じゃないんだ。少しでもイバラが解ける可能性があるなら俺は最後まで付き合う。俺たちも、だろ？この際、我々に甘えることを覚えるといいぞ。にわかに仲間らしくなってきたな。ありがとう。ダナの解放、レナス・アルマ。やることは山積みだ。ここのスルドとマスターコアを探し出すためにも、まずはニーズに戻ろう。しかしまさかあのシオンからありがとうが出るとはね。腕をつかまれたいみたいね。なあ、やっとだな。長かったぜ。でもこれで。ああ、楽しみだな。広場の方だ。どうしたのだ。何やら慌ただしいようだが。あ、ねえ、向こうから来るのって。いや、あんたたち、すまないことをした。スルドは見つからなかったろう。何があったか全部承知のようだな。ああ、あんたたちに伝えるのを見越した上でガセを教えられたようだ。どうやら思っていたより俺はデダイムに嫌われていたらしい。何のためにそんなこと。大方、あんたたちに首を突っ込ませないのと俺に思い知らせるためだろうな。あんたたちがいない間に別の部隊がスルドを捕らえたという知らせがあった。いたのはまるで関係ない場所だったよ。そうか。だがよくスルドを捕らえられたな。味方の被害は。それが聞いた話じゃ、スルドは手下も連れずろくに抵抗しなかったそうだ。マスターコア、スルドのマスターコアは。すまないが詳しいことは聞かされていない。近く広場でデダイムが勝利宣言を行うんだが、俺はその間ずっと町の外で警備を仰せつかって今から出かけるところだ。スルドの処遇もそこで発表されるんだろう。よかったら俺の代わりに見届けてくれ。そしたらな。スルドが無抵抗で捕らえられる、そんなことがありえるの？知っての通り、よその事情には疎くてね。どうも気になるな。マスターコアのこともあるし、バイフォンの言う通り見届けた方が良さそうだ。それまではここに留まることにしよう。デダイムがスルドをどうするつもりか気になる。勝利宣言の時まで宿場でやっ。無事につけたな。
これがみんな解放されたダナ人なのか。ああ、町はこんな有様でも人はこうして生きている。スルドの処遇も決めるという話だった。実際のところどうするつもりなのだろうな。それは、あれが、ああ、スルド、アウメドラ・カイネリス。やめよ、憎しみからは何も生まれぬ。取り返しのつかないことに。これが裁きだというの？だから言ったではないか、憎しみからは何も生まれぬ。にしたものと思っていたが、さては生き残りがいたか。おい、リベル！うるさい！
私はこのためだけに生きてきたんだ。邪魔するならあんたも殺せ。お前、殺してやる。絶対殺してやる。みたいな顔であの女を殺させちゃダメだって。あの女がしたことあんたも見たじゃない。あれが許せるっていうの？そうだよな、俺何やってんだろう。だけどやっぱダメだ。そのままやっちまったら後悔する。だからごめん、ごめんな。ふざけないでよ。あんたなんかに、あんたなんかに。貴様、この何年にもわたりわらわはひたすら研鑽に励んでまいった。お前の一族の知識も益するところ大であった。せめてもの礼じゃ。その成果の一端を味わっておくれ。地獄を編み上げる、それがわらわじゃ。ご老人、お前にぶっ飛ばされるのは慣れてるからな。今あいつを倒すことに集中しようぜ。この日中となれない。緑のセッサー弱そうなとこを戦おうぜ。弱そうなとこを戦おうぜ。今だ。わらく。はい、そう。
切り裂け。俺に任せてくれ。やってないから。プレーを言う。俺の真骨頂。このまま見せる。はい、やれ。みんなの闇へ。ダメ。ネガティブゲート。やれ。俺にやる。グランド。よっとくれ。空気圏。氷の槍よ。変装剣。海流剣。フリーズランド。アガクがいい。バッタイだ。マジンテール外さないわ。エンデス避けろ。これを怒らせやがって。今のうち。仕留める。ガリョウクーハ。罪深き者に我らに捨てる加護。よし。レイン。そのままエアリーカーと。やるぞ。ファンブで勝負が来たぞ。準備完了。マジンテン、しらみは二度に負けた。ぶっ潰してやる。信頼漏洩閣。レンガだ。味方によ。ワクワクだ。撃てろ。決めてやる。ファンブで勝負が来たぞ。しらめて。このエンジェスとなる。そうだ。ありがてえ。全て受け止めてやろう。集中して狙ってみよう。ロックロック
街の外にいた。いきなり中が静かになったんで何事かと戻ってきたんだ。どうなってる？なぜ誰もいない？スルド・アウメドラの仕業だ。精霊力を一気に集めるためわざと捕まり人々を煽り立てた。デダイムもというより広場にいたほぼ全員が犠牲になった。デダイムもほぼ全員って、それじゃ漆黒の翼の仲間は。いくら自分の領地だからといって人間にあんな真似ができるなんて。ケルザレクをそそのかしたのがアウメドラなら当然予想して叱るべきだった。ヘルガイの果実の効果をまずメナンシアで確かめてそれを用いたに違いない。初めから何もかもアウメドラの計略だったと。食料もあらかじめ細工しておいてから見つかるようにしたんだな。追いかけるんだ。ビエゾやガナベルドもたちが悪かったが、アウメドラはその日じゃない。しかもあいつは本当に逃げ出したんじゃない。このまま放っておくわけにはいかない。ああ許せないぜ。あいつは私はわからないよ。憎むなって言われてもそれだけで生きてきたんだよ。じゃあどうしたらいいの？もしまたアウメドラと戦うことになったら、私、どんな顔をして戦えばいいの？わからないよ！リンベル。あなたの痛みは、あなたにしかわからない。変わってあげることもできない。憎しみを支えにするというなら、それもいい。憎しみは力をくれる。でも、アウメドラを倒せたとして、敵討ちが果たせたとして、それであなたはどうするの？え？差し違えようというわけでないなら、あなたはその後も生きる。その時あなたは何を支えに生きていくつもり？そんなこと急に言われたって。本当にそこがあなたの終着点なのか、本当に他に何もないのかどうか、少し考えてみたらどう？そうだな。俺もリンウェルの苦しみが分かるとは言わない。だがシオンの言う通り、ちょっと立ち止まって考えてみてもいいと思う。どうしても辛いならここで待っていてもいい。ダメだよ。どうしていいかわからないけど、私のいないところでアウメドラとみんなが戦うなんて、それだけはダメ。私も一緒に行く。追いかけながら考えるよ、どうするべきかを。しかしアウメドラを追うといっても、ただ闇雲にというわけにはいかないぞ。バイフォン殿、何か心当たりはないだろうか？確証はないが、ここから西の海辺の断崖に地下の港がある。そこで何年も前から第二の城と噂される船をアウメドラは作らせていた。当時は何のためか分からなかったが、あるいは。なるほど。自ら主婦を滅ぼさせたくらいだ。元より国を捨てるつもりなのかもしれんな。わかった。急ごう。